はようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー、はい、ありがとうございます。今回この動画のテーマはこちら、新日本プロレスロードトゥーレスリングどんたく 2021 4.20 後楽園ホール大会見どころ&振り返りスペシャル、イエーイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマはつい先ほど終わりました新日本プロレス 4.20 コアラケンホール大会の全5試合の見どころ振り返り会という形になりますので、皆様最後までお付き合いくださいという形でございます。はい、じゃあ早速1試合目からいきましょう。1試合目は本間朋晃翔陽 VS 鈴木稔金丸義信 L デスペラード組という形でございます。もうこのカードは、ロードトゥーレスリングドンタクおなじみの定番カードという形で、 IWGP ジュニア、 IWGP シングルタッグをめぐる、ダブルの前哨戦と、鈴木みのる選手と本間選手のもうガチコミと、もうこの戦いが見どころというところでございます。まずもう今日はあの結果からいきましょう。今日この試合勝ったのは金丸義信選手が翔選手から、エビ固め丸め込んで勝ちましたというところでございます。ですね、これは見事に先日の5スタークラッチで負けた借りをそのままもう一周返して返したなという形ですね。まあ、あの最後もとどめを狙う翔選手の、あのショックアローですね、ショックアローを狙う翔選手にそれを切り抜けて巧みに丸め込んで3カウント勝ちという形でございまして、やっぱりやられたら同じことをやり返す、やっぱ鈴木君さすがだなという形でございます。まあ、ある意味この金丸デスペラード組からすると、お前らと同じ勝ち方なんて簡単にできんだよっていう、まあ挑発も込めての勝ち方だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、今日勝った、このデスペラード金丸選手組も、まあもう本当にもうどっちがチャンピオンか分かんねえよっていう形での勝ちなのりをね、挑発的なことを言ってましたというところでございます。まあ本当に今日に関していくと、デスペラード選手のバックステージのコメントがちょっと辛辣というか、なんかちょっと愛を感じて、どういうことかというと、なんていうのかな、お前らは流れが綺麗なタッグワークとか、なんだっけ 3K か、あとモーターシティマシンガンズのそのままやってるやつとか、ああいうのたどたどしいんだよと、見てて、だから得意なことだけやりゃいいんじゃないっていう形言ってるんですよね。で、実際自分たちも得意なことしかやってねえんだからみたいな形で言ってたんですけど、これってすごいヒントじゃないですか。だから逆にもう直接的なことをね、こういう言葉を投げかけられた 3K 側からすると、とんでもない逆に屈辱というか、本当に。だからどっかでやっぱり 3K 自体も、まあこれあくまで、鈴木軍サイドから見た 3K っていうような言い方をあえてさせていただくんですけど、やっぱ六本木 3K はタッグチームとしてやっていこう、やっていこうと、で自分たちの、好きなタッグチーム像、とか世界で認められているタッグチーム、目標とするタッグチームっていうところをやっぱ自分たちなりに模倣して、まあなりたい自分たち像、なりたい 3K 像っていうのを追ってるっていう形で思ってると思うんですけど、やっぱりそばにとも人間なので、得て増えてっていうのはあると思うんですよね。だからそこの部分でも、増えてなことにも挑戦してうまくやっていかなきゃいけないっていう 3K、やっぱ思いっていうのは、当然これはね、やっぱ人として苦手なことにもチャレンジっていうのはいいことやと思うんですけど、逆にそれがたどたどしくて、なんていうのかな、タッグチームとしてのギクシャク感を生んでしまってるんじゃないかっていう風に多分表現してるかなと思うわけですよ。まあもうある程度ね、 3K ももう若手っていうくくりではなくて、もう中堅どころベテランにね、キャリアとしても差し掛かってくる頃だと思うので、まあ今後に関していくと、何を続けていって何を捨てていくかの作業っていうのが多分キャリア的には、そろそろ限られてくるのかなと、というところだと思います。だからこそここはもうある意味真摯に受け止めて、やっぱそれを実行していくことによって、より良いチャンピオン像っていうのがね、タッグチーム像っていうのができるんじゃないかなっていうふうに、今日はちょっと純粋にデスペラード選手のこのコメントに心を打たれましたというところをお伝えしたかった次第であります。はい。で、まあ翔選手に関していくと、今日は直接負けてしまったんですけれども、しっかりと今日の負けを認めた上で、次勝つな俺たちだぞっていうことも残しておりました。
はい、という形です。次行きましょう。次第2試合は同期ザックセイバージュニア太一組 VS ジャドータンガルアタマトンガ組という形で、こちらもこのシリーズの定番、メニューでございますね。レスリングドンタク福岡で行われます、ダブルのシングルマッチですね、ザックセイバージュニア VS、タンガロア、そして、太一選手とタマトンガの間で行われる、アイアンフィンガー争奪マッチで、まあ、封印という形ですよね。まあ、この2つの前哨戦、そしてジャドー選手と同期選手のシングルマッチはいつ行われるのかというような戦い、っていうところなんですけど、まあ、今日この試合ももう結果からいきましょう。今日勝ったのはタンガロア選手がなんとザックセイバージュニア選手に、3カウント取ってるんですね。これしかもエイプシットをバチコン食らわして完璧な3カウント勝ちで、試合終わった後も、同期選手太一選手ともに全員 KO 負け KO っていう形のね浮き目になってしまいまして、まあ、大体この6人タッグのこのマッチアップであれば、あんまりね、こんなこと言っちゃうとあれですけど、同期選手が狙われて最後は負けてしまうっていう流れが非常に多かったと思うんですよ。でも今日負けたのはそのスペシャルシングルマッチを争う、ザック選手っていうところで、これはちょっととんでもないぐらいのダメージ、体にも心にも受けてしまったんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。まあタンガロア選手今日勝ったあとはバックステージで言ってましたけども、しっかり俺に勝てば、ベルトに挑戦させてやってもいいぞっていうね、お達しが出たので、まあ、ある意味アイアンフィンガーをどちらが勝って、どちらが封印するかっていうのは別として、まず、ザック対このタンガロアの戦いの、もし、太一、じゃなかった、ザックセイバージュニア選手が勝てば、ある意味ベルト、挑戦が見えてくるのかなっていう、ある意味これも一つ何かがかけられた戦いっていう風になったかもしれないですね。っていうところでございます。ただ、今日の負けはかなり、痛々しかったなと僕は思った次第でございます。やはりタッグワークに関していくとパレットクラブ、GOD が一歩上なのかなとちょっと思わざるを得ない、今日の、結果だったなという形でございます。じゃあ次、3試合目行きましょう。3試合目が、矢野徹、棚橋宏組 VS、ゲドー、イービル組という形でございまして、こちらは、あれですね、KOPW を戦う矢野選手、イービル選手。そして、ネバー、無差別級シングルを戦う、棚橋さんと、ジェイ・ホワイト選手の代理人、ゲドー選手との、まあ、ダブルの前哨戦ですよ、というところでございました。結構まあこの対戦っていうのも結構あまり見ない形というところで、なんていうのかな、でも今日のこの試合通してですけど、ゲドー選手のやっぱり試合巧者ぶりっていうのが、まざまざと見せつけられたなという気はします。今日この結果だけさっき伝えると、反則勝ちなんですよ。棚橋さんが反則勝ちを奪ったというか、なんていうのかな、これゲドー選手が棚橋さんをメリケンサックで殴りつけたのをレフェリーに見られて反則、勝ちという形になっているので、ある意味これは棚橋さんちょっと KO されてる、まあまあ、KO とまではいかないですけど、やっぱり結構やられて反則勝ちっていう、ちょっとあまりいい勝ち方ではないなっていうところで、まあ、これはバレットクラブがやっぱり一歩も二歩も上だったなと思わざるを得ない戦いだったなと思います。そしてまあさっきも、途中まで言いましたけど、やっぱりゲドー選手の上手さっていうのが、日を増して、存在感高めてるなっていうところですね。いやいや、これまあこの前のディック・東吾選手とゲドー選手の戦いのタッグ、純粋なタッグっていうところもね、あったと思うんですけど、ちょっとね、最近このゲドー選手、ディック・東吾選手のこの超ベテラン試合巧者メンバー、まあ、ジャドー選手もそうですね。あのあたりがめちゃめちゃ元気いいっすよね。ちょっとこれは一番勢いづけちゃいけない人たちを勢いづかしてしまってるような気がします。多分次戦うときはもっともっとゲドー選手生き生きしてんじゃないかなっていうところですね。ちょっと怖い存在だなというところでございます。そして今日試合後、KOPW のトロフィーをイーブル選手が奪い取って、なんとそのトロフィーを真っ黒にスプレーで塗りつぶすという暴挙、これを矢野選手がどう直していくのかっていうところがまた一つテーマになってくるのかなという気はします。はい、っていうところですね。
はい、次第4試合いきましょう。第4試合はブッシー真田内藤哲也高木慎吾組 VS ジェフコブアーロンヘナーリグレートオカンウィルオスプレイ組という形でございます。はい、こちらも IWGP 世界ヘビー級を戦う高木慎吾選手ウィルオスプレイ選手との前哨戦、そして 4.26 広島で、内藤さん対王冠真田選手対アーロンヘナーレ選手のスペシャルシングルマッチが控えてまして、まあトリプル前哨戦という形でございます。はい、まあこのシリーズ、まあこの4対4の戦いっていうのも、まあ定番中の定番だと思うんですけれども、今日まあ先に結果からいこうかな。ここその前にまず一つ見どころがあったのが、内藤さんが前の試合で、バックステージで言ってました。実際試合ね、実際お客様見に来てくれたお客様で何人が、グレート王冠選手の T シャツを着てるのかっていうのを数えたところ、ぶっちゃけそんなにいなかったらしいんですよね。まあその中で王冠選手はキャプテン足立っていう風に内藤選手をいじったりとか挑発したりとかねしてると思うんですけど、まあ広報は広報でそれはありがたいんだけど、自分たち自分のことをもっと心配した方がいいんじゃないって、今日何人 T シャツ着てたっていう形で言ってたんですよ。これなかなか王冠選手からしたらちょっと渋いところを疲れたなっていうところだと思うんですよね。これちょっとまた僕別の回でちょっとスピンオフ、ちょっと前の 4.19 の昨日の試合ですね、昨日の試合でもちょっとスピンオフ出そうと思って動画撮ってたやつがあるんですけど、ちょっとそれを動画撮ったんですけど、それちょっとお蔵入りにして、昨日と 4.19 と 4.20 の内藤さんと王冠選手のちょっとやりとり、ちょっとこれをまとめてちょっとまあ、今日か明日ぐらいに出したいなと思ってるので、そちらをぜひお楽しみいただければと思うんですが、内藤さんが王冠選手の T シャツを着て試合してましたね。これはちょっとすげえレアな映像だったなっていうふうに思います。逆に内藤さんが王冠選手の候補みたいな活動をしてたっていう一種返しですよね、これもね。これを王冠選手がどう、切り返すのかっていうのが非常に見どころかなと思います。ただ今日試合後の表情に関していくと、内藤選手は王冠選手になんかこういつもだったらニヤニヤとかね、そういう余裕を見せた表情っていうのがあると思うんですけど、今日に関してはお互いもう睨み合いっていうところで、内藤さんに火がついたんじゃないかっていうところを今日感じることができましたっていうところですね。で、まあ、今日この試合勝ったのは王冠選手がブッシ選手にエリミネーターを決めて、内藤さんの目の前で3カウントを取りましたよっていうところでございます。はい、じゃあ、次の試合いきましょう。本日のメインイベントですね。本日のメインイベント、ネバー無差別級6人タッグ選手権試合、吉橋石井智弘後藤弘樹組 VS 石森泰治高橋裕次郎健太組という形でございます。はい、もうこれはもうずっとやり合ってきた、ね、戦いでございますよ。まあ、昨日もスペシャルシングルマッチ3本勝負でね行って、ついに今日本番という形でございます。まあ、昨日のスペシャルシングルマッチ3本に関して3連戦に行くと、石井選手が裕次郎選手に勝ちました。でも残り2試合は、健太選手そして、石森選手が吉田選手後藤選手に勝ちまして、2勝1敗でバレットクラブが優勢勝ちというところです。それで今日を迎えたわけなんですけど、まあ、今日この試合の中身にちょっと触れるとですね、まあ、あくまで私の目でですよ、私の目でやっぱ目立ってたのは吉橋さん健太選手のやり取り、そして後藤選手と、石森選手とのやり取り、昨日の続きですよね。実際今日この試合の間っていうところも、後藤選手が石森選手に直接、GTR を決めて接続を返して防衛っていう形になったんですけど、ちょっとね気になったのが、裕次郎選手もっともっと今日活躍してもよかったのになっていうふうに思うんですよね。まあ当然マッチアップとしては石井選手とやってたんで、それはしっかりいいぶつかり合いっていうのを見せてくれたシーンもあったんですけど、なんとなくでも今日目立ったのはやっぱその4選手だった気がするんですよね。やっぱこの面白いように3対3のやっぱりこの遺恨がある3人同士の戦いっていうところでいくと、やっぱりそういったところでの主導権の握り合いっていうのもこの6人の中でもあるんだなと思って、やっぱそうなってくるとちょっとやっぱりね、お鉢を食らってしまったのは裕次郎選手だったような気がしますね。やっぱ他の2選手
2つのマッチアップでいくと、やっぱりテーマが明確にありましたからね。後藤選手としては昨日ジュニア選手に負けてしまった雪辱を返さなきゃいけないっていうあのリベンジマッチ、そして棒を巡る吉田選手と健太選手っていうのがあったりとかしたんで、やっぱりその意味でもやっぱちょっとテーマがちょっと不足してたかなっていう気はなんとなくしました。はい。で、今日、勝ったのは、先ほども言いましたけど、後藤選手が石森選手から3カウント勝ちと。そして、棒もきっちりと吉原選手の手元に返ってきました。これにて、健太選手と棒の、ラブロマンスも終了という形になりますというところですね。まあ、今日は、吉原さんも勝った後に、バックステージで、棒と自分とのね、これまでの経歴っていうのを語ったりとかして、後藤選手からやっぱり吉橋の話は投げよっていうね、ダメ出しをね、後で食らってたりしたと思うんですけど、後藤選手のやっぱ今日リング上での締めっていうのは非常に、やっぱり心に来るものがあったなっていうか、やっぱり後藤選手なりの表現でみんな一緒に頑張っていこうぜっていうのを伝えた。やっぱこれってでかいことだと思うんですよ。なんかマイクが上手い下手じゃなくて、後藤選手の魂を聞いたなっていう気が僕聞きました。本当にあの言葉を聞いて元気になったと思うのは果たして私だけでしょうかっていうところですね。はい。そして今日補足的なものなんですけど、今日会場からお客さん会場出し客出しをしてたのはなんとヒロム選手が言ってましたというところですね。昨日は清掃員に扮して、そして今日はリングアナウンサーに扮して、お客様のハケでマイクでアピールしてましたというところですね。本当に進出希望者の高橋ひろむ選手というところも含めて、まるっと今日一日楽しませていただきましたという形でございます。はい、ぜひ皆様のご意見ご感想を聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、Twitter の DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集をさせていただいておりますので、この YouTube のコメント欄でも Twitter でも構わないので送ってきてください。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてっていうのはですね、直接どしとぶつけていただければ、ちょっとお時間はいただくかもですけれども、必ず形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからも皆様、この動画のリクエストをよろしくお願いいたします。そして、忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただきまして、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクについてきていただければと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後まで見ていただいた皆様、どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。